スピカは、乙女座、アルファ星とも呼ばれる乙女座で最も明るい星である。21ある一等星の一つ、春の夜に青白く輝く。スピカを見つける簡単な方法は、北斗七星の取っ手の部分から、牛海座のアークトゥルスまでの長さを同じ分だけ伸ばしたところにある。なお、この線を春の大曲線という。スピカは、周分点の近くにある一等星であるため、 しばしば採差運動の観測に利用されてきた。古代イギリシャの天文学者ヒッパルコスは、スピカの位置を観測することで、初めて文天の採差運動を発見した。テーベの神殿は、紀元前3200年頃に建てられた時、スピカの方向を向いていた。時代を経るにつれてその採差運動により、神殿の建設された頃の方位から、スピカの方向が異なっていったのである。 後の時代の天文学者コーペルニクスも、サ,イサ運動の研究のために、手製の視差定規でスピカを何度も観測している。共に、B 型のスペクトルを持つ1.3等の主星 A と4.5等の番星矢ブからなる連星系である。主星は、ケフェウスザベータ型変更星で、0.17日の周期で0.015等変更している。また、 主星と万星は0.12英雄しか離れていないため互いの超積力によって形状が楕円体系に歪み地球からの見かけの大きさが変わることで変更して見える楕円体状変更性となっている加えて月による遠平の際の観測によりさらに3つの万星があるものと考えられている WDS によると AA アブから0.5秒離れて7.5等星の AC152 秒離れて12.0等星の B367 秒離れて10.5等星の C がある。しかし、これらの星の固有運動が不明であるため、スピカと重力的に結合しているかは結論が出せない。型有名のスピカは古代ローマ時代に付けられた名前で、もともとはギリシャ語名で穀物の 穂先を意味する、シグマタウアルファーカイウプシロンに由来する。そのため、麦ほぼしと訳した例もある。原理は、尖ったものの入で、英語のスパイクと同梱英語読みは、スパイカに近い。2016年6月30日、国際天文学連合の構成の固有名に関する、ワーキンググループは、スピカを、乙女座、アルファー AAA の固有名として、 正式に承認した。別名のアジメクはアラビア語のあるシミックアルエーザールから来ており、これは守られていないシミックを意味するがシミックが何かは不明である。なお、アズメクもしくはアルシミックの意味が守られていないだとする文献もあるが守られていないを意味するのはアルエーザールの方である。中国では核と呼ばれている。これは清流の角であり、 付近の領域は28宿の起点となる角宿と呼ばれる。スピカには、もともと広く知られた和名はなく、野尻宝永は40年以上この星の和名を探したものの、わずかに福井県日高郡で新珠星と呼ばれる星をスピカと推定し、その語源を新珠と類水下に止まった。その後太平洋戦争末期、海軍航空隊から、 常用構成の日本語の名前を付けるように依頼された際に真珠星の名をスピカに当てた。戦後も野尻がこの呼び名を使い続けたことにより、日本では真珠星と呼ばれるという認識が広まった。日本のプラネタリウムや天体観望会などでは、日本ではアークトゥルストスピカは春の夫婦聖と呼ばれると解説されることがあるが、野尻法英や北尾高一による、 日本各地に伝わる星名の収集、調査の中では、古名としてこの名称を伝えたものは存在しない。なお、富山県八尾町には、アークトゥルスを、アン様星、スピカを、姉様星と男女に例えた伝承があった。ありがとうございます。